こんにちは、コミーです。今日はこちらやっと届きました。開封です。そしてこの遠近感がわかりますでしょうか遠近感こういうことなんです。わかりますか？2つというわけで、まあ1つ開封をしていきます。1つ、ちょっとお待ちください。それではこちらの開封をしていきたいと思います。ハサミとかがとても苦手でございます。あれこれ大丈夫かな。個人情報があるかをちょっと確認しますね。大丈夫そうなんでいきますね。せーの、ドドン。こういう具合になってます。はい、じゃあ1個ずつ見ていきましょう。1個ずつではダメでした、せーので、まとまりごといきますね。ドドンドドンドドン、というわけでございまして、こちらのセットでございます。さて何色でしょうか。じゃん、あ、結構大きいんだね。イエーイ、水色だぜ。お色が見えますか？ライトがどこに当てたらいいのか。こういう感じなんだ。これついてた。うん、確かにマットな質感です。なんかね、もうちょっと小さいと思ったんですよ。日本酒のぐい飲みとかにいいんじゃないかなって思ったんだけど、あ、思ってたのより大きかった。でもよくある日本茶、旅館とかで出てくるようなこう湯飲み、あのくらいの大きさって考えると、まあこれで日本酒っていうのもかなりなのんべえということでいけるかもしれませんねはい、ということで系統ちょっと一個ずつ見ていきましょうか。ちょっとじゃあここで先飲み物いっときますね。途中で行くの忘れちゃいそうだから。今日の蓋付きマグカップ、ちょっと暗くなっちゃうね。はい、ペパーミントティーです。はい、今立って撮影してたんですけど座りました。ちょっと開けていきましょうね。ちょっとやばい、ワクワクすぎるまあこれからまずいきましょう。これは茶色で嬉しいというのがまずは感想なんですけど、これは私編んだやつですよね。違うのかな。あ、違うのか。ここ違う文字が、クレイジークラウって書いてあったから違うやつだ。でもクレイジーって同じですね。あのクラウズ、つま先、違う、履き口、かかと、つま先がもうすでにセットされてるっていうやつと、あれ、ここクラウズって書いてあったっけ、確か。だから違うのか。
ちょっと気になるんですけど。もう気になるんですけど。これ、あ、見たいね。という、まずこれ。私、茶色。今年茶色着てるんで。はい。で、どこかと、知ってるのからっていうとあれだけど、この3つ、この3つは、レラーナ、フロッテソック。これは、ありますね。でも、色は、ないと思う。これ、オレンジじゃん？こういう感じですね。こういう感じですね。で、これが紫。これ、やばいだろう。こういう感じですね。これ、この、これ、この一玉だけで編んでも、めっちゃ可愛い。これがね、こういう風になりますよ。え、ちょっと待って。え、これこうなるってことかな。そうなのかな。ボーダー、この辺がもしかしてこういうかかとつま先履き口ってことなのかな。いや、わかんないけど。これでも、大体がこの系統このまま編んだ場合の写真ですよね。だとしたらこれこうなるってことですよね。この緑がめっちゃ気になるんですけど、緑というよりこれが気になるね。ちょっとじゃあこれ、じゃあって、別にじゃあじゃないです。気になるということで、はい。やばい。もう興奮しまくって。そして、こちら、プロラナ。この間初めて編んでみました。模様が書いてなくてワクワクしちゃったやつと同じですね。これも、やっぱり書いてない。この色めっちゃ綺麗ですけど。すごい綺麗ですけど。これ編んだらしましまなのかな。だからこういうのはやっぱり2本撮りにしないで1本で編みたいですね。これすごい綺麗な色、すごい綺麗ね。なんかアンニュイ系ですよね。原色的な感じじゃなくて、ちょっとくすんだ感じのアンニュイ的な、もう私が好きなタイプです、これ。はい。そしてこれが似てますね。色がこれと。こっちの方が黄色が入ってる分明るい気はするんだけど、でも、アンニュイ系ですよね。アンニュイってこれはまあ私の概念で言ってますけど、これすごい似てるんだけど、このちょっと違う感じがもうこれ、もうこうやって並んでるだけで私結構萌えって感じ。これは乗ってるわ。これいいですね。このままで。これこのままで編みたいわ。ねえ。ちょっと名前とか私全然読めないので、名前の読み方はご紹介してませんけど。はい。そして、これと同じなのかな？なんか、ラベルが。ラナグロッサだ。ラナグロッサ。え、これ違う？これ、だって赤入ってますよね、この写真。でもこれどう見ても赤入ってなくないですか？違うの？違うのかな？これ、写真。これはでも合ってそうですよね。これ違いそうな気がするよ。編んでみたら赤になったとかだったら面白いですけどね。これ赤ですよね。面白い。
イメージですっていう感じかな、写真は。ね、面白い。いじってるわけじゃないんですよ。そして、これ単色も入ってるってちょっと私的にめっちゃ嬉しいんですけど、レギア、プレミアム、カシミア？カシミアだ。感想がしょぼい。しか言わない。いや、確かにね、触り心地いいんですよ。すごい。でも、400m なんだ。すごい、ぎっしり詰まった感じがある。これ、どこに書いてあるんだろう。あ、ここに書いてある。ウール、65%。25% ポリアミド、10% これがカシミアってことかな、 10%。 これで靴下でいいの？しか言ってない。これだけで靴下っていうのも可愛いですね。これならなんか模様編みしたくなるな、靴下。この単色だけで編むなら。いやー気持ちいいです。触り心地が。いや違うのがわかるよ。私でも。この肌触り。これ売ってるのかな？見たことない気がする。カシミア入ってたらちょっと高そうですよね。ちょっと気持ちいいこれ。いやーなんか私去年は毛糸屋さんの買えなかったんですよ。で一昨年そのソックヤーンの福袋っていうのを初めて買って、めっちゃ感動したんですよね。興奮して、でそれをまた味わいたいと思って去年買いたかったんだけど買えなくて、で、もうなんか1年ぶり、2年ぶりってことだから、めっちゃ気分上がってる。エッツイ買った時にもちろん気分上がってるんですけど、いやーこれ、この辺は、ラベルが見たことあるけど、この見たことないやつとか、ね、なんか、糸ももちろんなんだけど、知らないこうラベルのっていうのがちょっと私ヒットポイントではあるんですね。変なとこなんですけど、いやそしてこれとこれがなんかもう素晴らしい感じ。私とても気になる。あとこれちょっと私後で確認してみよう。確認してみます。で、これも気になるしね。このつま先かかと履き口になってるやつなのかもしれない。こう説明してあんのかな？イージースタートって他にはないの？あ、じゃあこれもそうだ。イージースタート。クラウズの時にイージースタートってなってたんですよ。きっとそういうことですね。ちょっと私読めないけれども。だからこうなるってことだ。そっか。他にもあるんだね。他のメーカーでもね。面白い。はい。そして、もう、次はって思ってる方がいらっしゃると思いますが、2箱はあるんですけれども、もう1箱はライブ配信で開けようと思ってるんですよ。ライブも盛り上がりますよね。わーキャーとか言いながら。なので、もう一箱は明日のコミーの時間で開けようと思います。で、ちょっと私時間の、こう、予定をね、先に決めておくっていうのがとても苦手なタイプなんですけど、お昼頃ということで、そんな約束の仕方で大丈夫でしょうか。LINE アットではいつも、コミの時間が始まる直前にこれからやりますというようなお知らせメールをしています。はい。そして、
ドライブ配信前、込みの時間の前にツイッターでも告知をしています。これから始まるという感じで、なのでまあもし気になる方はその辺で、確認していただけますが、お昼頃やりますという約束だけさせてください。もう一箱は、はい、こちらはこれが入った何セット、名前をちょっと忘れてしまいましたけど、これが入ってるセットです。はい、でもう一つの方はこれじゃないやつということですね。はい、そちらをライブ配信で開封したいと思いますので、もちろんアーカイブも残りますから、時間が合わなかった方は、開封動画と同じような感覚で見ていただけるようなライブ配信にしたいなと思っています。はい、ということで、ちょっとあのね、もう一箱で結構お腹いっぱいになってるんですよ。すでにもうほかほかなんですよ。だからあのちょっとこれで明日まで私持ちます届いてるのに開けなくていいのっていう感じがあるんですけど、あの一箱開けて今超満足してるので、明日のコンビの時間まで待てます。だから明日のお昼を楽しみに私はこれから編集するんですけど、これを、はい、ということで、ライブ配信で開封見たいわという方、明日のお昼頃やりたいと思います。よかったらお越しください。はい、ということで、まず第1弾、ケイト屋さんの、私ケイト屋さんの福袋って言いましたなんか何も言わずに開け始めた気がする。ケイト屋さんのこの湯飲みが入った福袋の開封動画となりました。明日のお昼頃コミーの時間でもう一箱の、開封をしたいと思います。ということでおしまいでございます。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。開封はやっぱりいいねという方、高評価グッドボタンお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。